この本戦は予選とは比較にならぬほど過酷なものとなるだろう。二人は愛しさのあまり憎しみも大きかったのである。あんたはよく戦ってちゃんと合格してここにいる。ああ、そんなの決まってんだろ。立ちだからさ、お前には連邦邪魔の笑顔がわかるまい。昨晩は情けで付き合ってやっただけのこと。俺は貴様のように暇ではない。よほどの試練が待ち受けているのだろう。生半可な気持ちではやっていけないようだな。それでもまだ一つだけ確かな目標がある。しかしアンナもたまには自分で買い物すりゃいいのによ。いいじゃないですか。オイラにとって一番大事なのは今ここでこうしていつもの時間を過ごすこと。まあ、こうして私といるのも一番大事な時間。キュッてかキュッじゃねえ。防散車のスピーカー。何も驚くことはない。そう、俺たちは歌うお坊さん坊主。その得意なキャラで人気急上昇中。 あのお布施だったらいくら歌ってもらっても私たちお金がないので払えませんよ。それが俺らの夢だから。だがそれをなすにはもっと大きな力が必要だ。予選最終試合実に見事だったよ。いずれ俺たちの障害となるのはほぼ確実。モーロー！うわ、なんだこいつら、オーバーソウルなのか。こいつに入れてあるんだろう、君の持ち霊アミダマリア。ダメじゃないか、子供が悪霊なんか持ち歩いちゃ。ああ、ただで俺たちの歌が聴けて、しかも悪霊払いまでしてもらえんだ。力づくとは君らしくもない。悪いがそいつはやめときな。俺たちの魑魅魍魎は普通の力じゃ無理無理。まあ、悪く思うな。だから逃がしてたまるか。逃がしてたまるか。さすがは朝倉よ、マークしておいて正解だったぜ。持ち霊ダッシュじゃ生ぬるい。チミチミモーリョーさまよえるアウィートン。ほら見ろ、この数を前に奴の浮力が。だ、こんなむごいことをする奴は。うるせえな、こうも外でギャーギャー騒がれたんじゃ。切られたヘアは俺の戦いの歴史。その度俺はビッグになるのさ。あん時俺はその悲しさをバネに。ああ？なんだおめえら、あんまり存在感が薄いんで気づかなかったぜ。やんのか？こら！ここは俺の新ベストプレイス。戦場！はい、朝倉よ、次はどうしてやろうかな。本当だ。まあつまり俺はシャーマンの天才だったってわけだ。ああ、あん時はおかげで助かったよ。え、あ、それそのとにかく仲間が増えたってのはいいことだぜ。ああ、ホロホロの言う通りだ。本当によく来てくれたな、リュウ。なんて心の広いお方なんだ、ヨーノ旦那。メロギャフーン。本戦まではもう時間がないわ。だからみんな遊んでる場合じゃないのよ。時が来たのですね。いかん、今お茶はご機嫌斜めだというのに。どうか庶民相手に怒らないで。さっきまでムスッと黙ったと思えばいきなりモモマンとは。いい加減何を考えているのかお話しくだされ。タオ家を憎み、そして全ての人間を憎んでいた。だが俺はあまりに多くの人間を殺しすぎた。両固められた。だがその前につけねばならぬ決着がある。
まさか坊ちゃま。早速お出ましのようだ。ぶち抜くぞ。バーソン！